別にいいでしょ、しのぶちゃんには関係ないんだし。そうだけど、何よ。分かればいいのよ、分かれば。あと、そろそろ晩ご飯の支度しなきゃ。食器並べたりとか。何よそれ。はあ、せっかくの休みなのに全然ゆっくりできないんだもん。何か言った？まあ今年の夏休みはいろいろ起きて面白いんだけどね。でも朝に弱いのだけはなんとも。じゃあ私買い物行かなきゃいけないから。キリノさん、怖いよ。
やるしかないよ。
わかってる。それでも見つけなきゃダメなんだ。忍くん、もう少しだけ頑張ろうよ。もうそんな時間。ん？なんだろう。会場に持っていかないとね。あれ、忍とコウタ？それじゃあ寝ちゃえば？特にやることもないんでしょ？はいです。なんだったら添い寝してあげようか。寝てるときは可愛いんだけどね。やっぱり、いっそ寝てるうちに食べちゃおうかしら。これだけして起きないなら大丈夫よね。そんじゃ、いただきまーす。
きちゃった。美味しいケーキがあったんで、どうしようかと思って。いやー、しのぶちゃん、昨日はすぐ寝ちゃったじゃない。それでね、ぐっすり寝てるんだったら食べちゃおうかと。だって、起きてる時に触るとうるさいじゃない。しのぶちゃん、早く行かないとラジオ体操始まっちゃうよ。毎朝の交流は大切よ。私のことは気にしないで。あああ、しのぶさん、早く行きましょうよ。Thank you.
なんだかとんでもない嘘言ってるよ、タカ。おきゅ、そうするとラジオ体操というのは危険な行為なんですね。はいです。ちょっとメル、どう聞いても嘘だってば。おきゅ、それは自業自得だ。ダメだよ高山くん、メルは素直なんだから。なんかメルがかわいそうになってきたよ。おきゅー、私ってかわいそうなんですか。朝からにぎやかだな。分かってないな、忍。オイラだって日々成長してるんだぜ。カズキに言われたらおしまいだね。にゃにおお。そういえば今日の夜ある夏祭りは行くの？オイラはもちろん行くぜ。楽しそうだな。お祭りですか、面白そうですね。よし決定、みんなで行こうぜ。じゃあ待ち合わせは。ところでさ、しのぶ、最近リンとよく一緒にいるけど、もしかしてリンと付き合ってるのか。いや別に気にしてるわけじゃないぞ。勘違いするなよ。ほら、よく一緒にいるじゃん。別にそんなこと。なるほど。二人して何の話してるの？別に、なんでもねえよ。なあ、しのぶ。始まりますよ。おっと、それじゃあ行かなきゃ。あ、待ってよカズキ。私も行っていいですか。うきゅけど。
よくわかんないよ。そうかもしれないけど。なるほど。それもそうだね。最初からそう言ってくれればいいのに。ちょっと元気が出てきたよ。それじゃあ。